ある種のの老思想のようなな自然と一体になった生活ってそれはもちろん素晴らしいんですけどだからといって原始の生活に帰れっていうのはほとんど多分意味がないことなのでそこの部分をやっぱりバランスよくつかまえないといけないだから論理っていうのはすごく大事なんですけどそれだけでは世の中のものは説明ができないし理解もできないんですよね。で直感っていうのは非常に優れてるんですけどそれだけではですね巻き込まれるんですねある別のものにね。 直感力に長けてるんです。だから、動物の感情とかをね。同一化することもできて、そしてそれを汲み取ることができるんです。で、死んだ人の霊を見ることができて、そういう人と話をしたりすることもできます。そういう能力を持ってます。だからこそ、そういう世界にのあの巻き込まれてしまうある人の悲しみというのがあるそれと同調してしまって、そこから抜けられなくなってしまうところが、あの論理っていうのは分析的なものの見方するので、あの事故と対象を分離しますね。だから客観視する訓練をしているんです。論理っていうのは？ 自分と対象を切り離す能力だから逆にどうなるかというと冷静でいられるんですねその代わり冷たくなります極端になると人の悲しみが分からなくなる人の悲しみとか苦しみとかっては分からなくなるで自分の欲読だけで生きられるようになってくるんですね。 ところが霊能者的に直感力が非常に長けていると同調してしまうので自分の気に入った対象愛着のある対象に没入してしまうのでそこから抜けられなくなってきて独善に陥ってしまうんですね。自分の例えば愛する人が悲しんでいるとそれれ同調してしししててままうう悲しみからら今度抜けななくなっ,てしまうってうでこの辺が非常にそのバランスというのがものすごく重要なんであの非常に豊かな直感力を持っていてなおかつ あの明晰な論理性を持っていないという両方法同時にあの上手に発達させないといけないっていうことが大事なんですねで現在の私たちのこの科学の世界は論理性をあまりにも優位にえ取るので,でこれがあのいけないであまりにもですね冷たい社会ができてしまうということが起きているわけですでそうでない世界はまた別のものがあってあの昔の社会なんていうのはあの一番の 罰っていうのは村八分なんですね。今の都会に来ている人村八分って言ったってみんなが孤立して生きてるから何の意味もないですけれども <laughs>、ね、<laughs> 堂々と一人で生きているわけですけど、あの村で共同体で生きていて全体の中で分かち合って生きてる中で一人村八分されたら生きていけないということなんですね。うん、簡単に言えばあの完全にカードの社会になってあの通貨っていうものがあの このカードで決済できるような社会になったときに。あの国から。そのカード。の。登録を抹消されてしまった人っていうのは、カード以外に物が売り買いできないんですよね。そう、この世界でも、全くどんなものも手に入れられなくなるわけですよね。カードだけが元気になってしまうとね。わかるでしょ。そういう人っていうのは、まあ、社会から、ま抹殺されるっていうことになるわけですね。食べるものを買えなくなってしまう。うん、もし。通貨っていうのは、全部カードになってしまったらね。 でそれで全ての決済が得られるんだったらあの政府がこの人はこの男は気に入らない政府に気に入らないことばっかりやるってそうするとそいつのカードの、えー、なんていうかなあのクレジットの幅っていうのを抑制していくっていうのがものすごく重い罪になるで最終的にはそれをゼロにしてしまって一切の売り買いをその人にさせないということにした瞬間にもう植えるしかなくなってしまう住むところもなくなってしまうそういう社会ができてしまうこれは究極の村八部です。 だか,言ってるとだから昔の人は村八分というのはその地域の中で協力しないと生きていけないんですよその中で村八分されたらこれは植えるということなんですね、うん、その人は村を追い出されて別のところで生きていかないといけなくなる一番重い罪なんですよ一体になって生きているからだからこそあの精神的に自立ができないんです、ね、こう主張できないんです言ってるとわかるかなだから今の世界は分離しているので論理的な世界なのでみんなバラバラなので逆にこう主張できますよね うん少々一人だって生きていけるわけですよね。<laughs> その代わり非常に冷たい人間がいっぱい現れる。自分さえ良ければいいっていうものになる。でこの両方が弊害なんですね、えー。ですからその辺のことはやっぱりよく理解しておかないといけなくて、あのー、どちらが優位にあるかだったら今までずっと説明してきたように直感が絶対に優位にあるんですよ。で論理っていうのはそれの補完なんですよ単にね。うん、でそこのバランスというのをしっかりと理解しておくということが大事です。 そういういことが分かっていると総侍を読むのは非常に簡単になります。で何を言っている言わんとしているかもよく分かりますので見ていきましょう。こちらを見てください。